うん、走り回るんですよ。僕ら沈みながらこうやって行ってるのに。今日ホタル見に行くって。お、見に行くで今日。ホタル捕まえようぜ。イエーイ。イエーイ。うん。そうか、手で捕まえる。4日間水当てて、3日間抜くっていうのをずっと1週間、じゅんぐりやってる。これがだからお米の花ですよ。これが成長するとこう上に上がってきて、こう出てくるんですよ。めちゃくちゃ可愛いな。すげえこれ。でも言われた蘇集落のお母さんに、こんなんであんた喜んでたらもう全部金色なるんやでって、やばいって。はい、おはようございます、村長です。今日はですね、非常に悲しい報告をお隣の方から受けまして、田んぼを急遽見に来たんですけども、こんな感じで初めての獣害を食らってしまいました。イノシシがここからフェンスをですねこじ開けて、すごいもんな。だって見て、鉄のフェンスなのにここも外れてたりとかする。まあないよりはマシか。稲刈り中です。くくる人増えて、くくる人。見えるようにしてる。紐？紐、はーい。持ってきます。めっちゃ綺麗な。めっちゃ綺麗ないですか、稲。ね、綺麗ね。あ、いいねいいね。取ったのこれしかもちょっと可愛いじゃないですか、見た目。見た目が好きやな。手にこう置いた時に、この手のひらのこのひらの部分、ひらの部分がの茎が黄色くなっている。これ黄色でしょ。こっちやったら緑なんです。こっちはまだちょっと若いけど、こっちはもう鳥頃って教えられた。コキが出てくる。コキみたいやな。それが植えた昨年これ。じゃあ、うん、あ、じゃあ、you
精米してきました。米の匂いする、うまそう。じゃあ今日は新米でいただきます。うまそう、またピカピカに炊けてんな。うん、すごい感じ。昨日取った米やで。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。粘りがある、甘いし粘りがある、もちもちしてない、なんか、うん、うまいな、これうまい